皆さん、明けましておめでとうございます。リポーターの青島理香です。今回から始まりました、私のおすすめ。タイトルの通り、おすすめのラーメン、おすすめをご紹介していくコーナーです。早速ですが、このうさぎの置物があるこの場所、どこにあるのか分かりますか？今年の干支うさぎにちなんで、フラワー長井線の白うさぎ駅に来ています。ということで、今回は長井市からおすすめをお届けします。どうやら新年にふさわしい紅白のラーメンがあるようですよ。それでは行ってきます。青島さんがやってきたのは、長井市立町南にある麺屋桃助。ラーメンが大好きな店長が各地のラーメンを食べ歩いた後、横浜市のお店で修行を積んで開店したお店。広々とした店内にはテーブル席や小上がりの席もあり、お子様連れも安心です。店長の佐藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は新春にちなんで、おめでたい紅白のラーメンをご紹介いただけるということですね。はい、そうですね。紅白のラーメンはないんですけれども、赤いラーメンと白いラーメンならあります。それはとっても楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待たせしました。白いラーメンの鶏白湯仕様になります。わあ、本当にスープが白、よく見るとクリーム色に近いような柔らかい白ですね。香りもとってもよくって、あ、美味しそうですね。ではいただきます。うん、濃厚、とっても美味しいです。とろっとしてるんですが軽いですね。お店の看板メニューにもなっているこちらの一杯は、鶏ガラやもみじなど4種類の部位を使った鶏 100% のスープを使用。およそ7時間じっくりと煮込んだ濃厚さが特徴です。濃厚なんですけれども、あっさりした仕上がりになってます。で、そういう白っぽいのは、長時間ぶつぶつと長い時間で白濁させて、そういう色になってます。鶏をじっくり煮込んで出しているということと、はい、その、ね、手間暇をかけた、味がこの味に現れてるんですね。麺がもちもちです。麺にスープがよく絡んで、スープの味をしっかりと口の中に運んでくれます。麺は創業当時から変わらず、高水の中太縮れ麺を使用。もちもちで食べ応えのある麺は、濃厚なスープとの相性も抜群です。そのラーメンに合ったそれぞれに合うような麺を試しながら、探して、合うのを使ってます。はい、この濃厚なスープが麺にしっかりと絡んで、とっても美味しかったです。 ありがとうございます。もちもちした中太麺が一番合ってまして、いろんな麺を試してみたんですけども、やはりこの縮れ麺、中太縮れ麺が一番合ってるということで、創業当時から同じのを使っています。食べ応えもあってとってもいいですね。ありがとうございます。続いては赤いラーメン、鶏白湯と並ぶ大人気の一杯、横浜豚骨辛味噌。こちらが紅白の赤のラーメンですね。
思っていた以上に赤いです。これ辛そうに見えるんですけどどうですか？そうですね、辛いですね。でも私辛いの大好きです。はい、また先ほどの鶏白湯と並べたら本当に紅白になりますよね。ではいただきます。辛みがきますね。また先ほどの鶏白湯よりもドロッとしたような感じですね。豚骨と辛味噌のバランスがいいので結構飲みやすくもあり、やみつきになる味わいです。豚骨や鶏ガラをメインに煮込んだスープには4種類のブレンドした味噌を加えています。複数の味噌を掛け合わせることで旨味や辛さが際立ち、より深みのあるスープに仕上がっています。当初辛味噌を出した時にお客様の方から味噌っぽくないっていうことを言われまして、研究っていうか試行錯誤していろんな味噌の配分とかを何回もこう試してみて、やっとこの4種類の味噌をブレンドして今の味になったんですけれども、それが一番ちょっと大変だったっていうか、そういうふうに考えながらいろいろ試しながらできたこの辛味噌でした。はい、味噌の深みもですけど辛みもバランスが本当によくって美味しく飲むことができました。先ほどの鶏白湯と違ってストレート麺ですね。それではいただきます。つるつるですね。つるつるなんですけど弾力があってもちもちして美味しいです。そして豚骨と辛味噌の味わいがしっかりと感じられます。麺は豚骨系にぴったりの中太ストレート麺。濃厚なスープに負けない力強い食感を味わえるのが特徴です。女性からの人気も高く、この一杯を食べるために一人で来店される方もいるみたいですよ。スープが濃厚なもんですから、ご飯にスープをかけて食べてるお客さんもいらっしゃいます。なんでこう、ね、濃厚なんでこうご飯も進むんだと思います。美味しい、はい、確かにこの濃厚な味わいと白いご飯とっても合うと思います。そういう楽しみ方もぜひ試していただきたいですね。こちらのお店では紅白のラーメンの他にも鶏や豚骨を使ったラーメンや定番の中華そばまでいろいろなメニューがあります。お気に入りの一杯が必ず見つかりますよ。ここで麺屋桃助から視聴者プレゼントのお知らせです。来店時にキャンディーボックスを見たと言っていただくと半ライスか大盛りをサービス。期間限定ですのでお早めに。それでは佐藤さん、視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。はい、当店では鶏白湯と横浜豚骨醤油の2本立てでやっております。こってり系が苦手な方でも食べてみるとあっさりしてますので皆さんどうぞお越しください。今回ご紹介いただいたラーメンもとっても美味しかったです。皆さんも新春にぴったりな紅白のラーメンを食べに来てくださいね。お待ちしております。沖玉では珍しい白湯系や横浜豚骨のラーメンが味わえる麺屋桃助、木曜日のみ夜の営業もしています。お店自慢の一杯をぜひご賞味ください。